面白い女のブルーアカイブー始まるよ。ということで今回はドレスアルさんを紹介していきます。さあ始まるざますよ。行くでガンス。ふんがまともに始めなさいよ。さてまずはドレスアルさんのプロフィール紹介です。年齢は16歳、誕生日が3月12日、身長 160cm、 ケヘナ学園2年生、部活はベンビア68に所属しています。趣味は経営の勉強、 CV は近藤玲奈さんが担当しています。公式の紹介文では潜入任務の依頼を受けたケヘナ学園所属、ベンビア68の社長、普段はあまり着ることのない服装だが完璧に着こなしている、願ってもないハードボイルドな仕事を受けて心を弾ませているが顔には出さない、私の手にかかればこれくらい当然よと紹介されています。見事にドレスを着こなして大人の色化を出しているアルちゃん、こちらもエスコートせねば。ブサ法というもの、そそるぜこれは。イベントのストーリーも面白いし、みんな可愛いしで大満足でしたね。視聴者は兄貴たちは4人の新規たちへはどれが一番お気に入りかな。正直に告白しよう。ここからここまで全部ください。さてお次はボイスを聞いてみよう。言葉だけじゃ足りない気がするけど、感謝しているわ先生。先生、ここの厚がってるアルちゃん、ほんと草。労働中の二人のはかどりのさ、こういう時何と言えばいいのかしら。私にもわからないことくらいあるわよ。笑えばいいと思うよ。先生にはどこまで打ち明けたらいいのかしら。困ってしまうわね。全部持ってこい先生。そのいえ何でもないわ。今なんでもアリス知ってます。今月の運営費どうしよう。銀行強盗する。ここの雰囲気嫌いじゃないわ。嫌いじゃないわ。そろそろ大きめの仕事を一つ決めたいところだけど。アウラある、確定申告しろ。あの人は。でもここなら大丈夫よね。お前を殺す。どこかにいい取引先ないかしら。仕上げまで手を抜いちゃダメよ。こちらも抜かねば。ブサ法というもの。ん？先生、何か話でもあるのかしら。結婚しよう。潜入がバレちゃうでしょ。タイマミンアルちゃん。先生じゃないの。どうも先生です。ここはまずいわ。外で話しましょう。中に出してください。ターゲットのことをもうちょっと調べたいわね。みんなはボックスをどこまで開けたかな。集中しなさい。いや私じゃなくて資料に。か、いやしか女ばい。うん。ん？私に何か用なの？髪に粘膜ついてるよ。待ってたわ。今日の依頼は何かしら？もちろん、エスコートしてくれるのでしょ？ここのにっこりあるちゃん好き。どんな依頼でも言ってちょうだい。今日の私たちは、特別だもの。乙女の顔しやがって。せっかくの清掃ですもの。ねえ先生、一緒にお出かけしましょう。へえ、デートかよ。ドレスが似合ってる。当たり前よ、私は社長なんだから。クソかわいい。このドレス、クリーニング代高そう。別に何も言ってないわ。作業着をクリーニング出したらクッソ高くてびっくりした思い出。たまには仕事以外の話もしていいのよ。じゃあメメリスちゃん RPG の話を。にっこりアルちゃん、守りたいこの笑顔。
こんなことになるなんて思いもしなかったわ。でも先生の言った通り、こういうのも悪くはないわね。さて、お次はつかみモーションを見てみよう。私に何か用？ドジっ子アルちゃん。先生、何？かよこちゃんのあの紐の正体、めっちゃ気になる。やっぱり私が必要です。カリフォルニアガールズのムツキちゃん好き。ティアティアティア。よし、心配は無用よ、私に任せなさい。さて、お次はドレスアルさんの戦闘スキルを見てみましょう。ありがたく、ありがたく受け取りなさい。ドレスアルさんの戦闘スキルは、公式のアロマちゃんによるスキル紹介にて、ドレスに着替え、堂々とした立ち振る舞いを見せるアルさん。EX スキルでは味方1人に自身の名刺を送り、送った相手の回心ダメージ率を一定時間増加させることができます、と紹介されています。味方の回心ダメージ率を引き上げたり、HP が最も低い味方1人を回復できるアルちゃん。今までのアタッカータイプから、今回はサポーターに回った感じだね。パッと見た感じ、アタッカー版アルちゃんに近い感じがするけど、使い心地としてはどうなんじゃろ。視聴者はミキたちはどう運用していくかな、コメントで教えてね。グルー、楽しかった。私の手にかかればこれくらい当然よ。さて、最後にドレスアルちゃんのメモロビを見てみよう。でかーい、横顔美人すぎるだろ。ことになるなんて思いもしなかったわ。でも先生の言った通り、こういうのも悪くはないわね。結婚後とかに同じこと言いそう。正直不思議だったのよ。ちゃんとした格好の大人がどうしてこんなところでわざわざご飯を食べるのか。大人はいろいろ大変なのよ。でも今なら少しわかる気がするわ。それぞれ理由は違っても、きっとみんなこういう気持ちだったのかなって。休日に何も考えずひたすらラーメンを食う幸せもあるぞ。先生もきっとそうなのよね。そうだよ。私も少しは先生に近づけたのかしら。これは悪のカリスマにまた一歩近づいたな。大人の階段登る、許さんぞ、陸八もある。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので、感想やフォロー、動画のいいねとチャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしい子がいたらコメントしてってね。僕が制作した同人エロゲ、メメリスちゃん RPG が BL サイトにて好評発売中なので購入をなしやす。今回のサムネは桃之助さんにお借りしました。ありがとなす。てはサラダバー。はぁ、葵ちゃん超可愛かった。はぁ、葵ちゃん超。